本店ニコ信用金庫は2008年7月まで存在し、岩手県二戸市に本店を置いていた信用金庫である。通称、ニコ信金。統一金融機関コードは1157で、合併前時点の店舗数は7が店だった。2008年7月7日をもって、森岡信用金庫に合併され、消滅金庫となった。この件により、岩手県内信金としては、 初の合併となる。なお、岩手県内における消滅金庫としては1993年に経営破綻した釜石信用金庫以来15年ぶり。二戸市を中心に二戸郡一個町、久野辺郡久野辺村、岩手郡葛巻町の各地に店舗を構えていた。なお、2008年7月7日の森岡新金との合併後以降は、 特記事項のない限り金庫名のみの変更となった。3桁の数字は、店舗コード。二戸市二戸群一戸町九戸郡九戸村岩手郡くず巻町合併を目前に、看板サインの入れ替えが行われた二戸新金本店2008年7月7日を、もって森岡市に本店を置く、県内最大手の森岡信用金庫と、対等な立場で合併された。存続金庫は、 森岡新勤で合併後の名称も存続金孤名をそのまま継承した。合併時期については当初2008年5月を予定していたが、両親勤が合併協議を始める1週間前に、東北では同じ2008年5月をめどに、八戸、戸和田の両親勤が合併合意を表明していることと、それに2個、森岡両親勤も環状系システムを共要している。 東北地区新近協同事務センターにおいて、システム統合に至っては1ヶ月間に2カ所の合併を行うのに、データ処理能力や時間的制約などから困難であることから八戸、戸和田両新近との合併を優先したため、2ヶ月遅らせて2008年7月に合併が実施されることにした。また、合併と同時に2個新近店舗における店舗網の再編が行われ、 合併日をもってニコ市内の2支店をニコ新金本店に統合して森岡新金ニコ支店に解消するとともに残る4支店については森岡新金の店舗として引き継がれた。なお廃止2支店の ATM コーナーについては店舗が ATM として継続されている。支店コードは現在のコードに50を足した数となる。これに先立ちニコ新金店舗では合併直前までに 看板サインが取り替えられた。以前にあった、ニコ新金のサイン看板が取り外され、新たに合併後の名称の縦間板が設置された。合併以前までは白い布で隠すように覆われていた。ありがとうございます。